ダンマス君のこと知りたいんだけど、ダンマス君のニックネームを、そう、うん、聞いたの、聞いたてか、つけたの誰？そうダーマスっていう。いや、俺も今、その話が出てた時に、ちょっと思い出そうとして、多分、あの、二十歳の時にやってた、ラジオ、帯でやってたラジオがあるんですよ。はいはいはい、はい。あそこで、あの、メインの方に決めてもらったはずなんですよ。あそこの時期に。そうなんだ。いや、うまいニックネームを。確か、吉田ひとみさん。あ、そうなの？へぇダーマスでいいじゃん、みたいな感じの。あ、いい、あ、すごいね。じゃ、マッスーは確かに、マスだ、そうなん、いっぱいいるんですよ。安易な感じ。安易な感じになっちゃうから、ここで、ちょっとなんか他にないあだ名を、つけようよみたいなのあった。今でこそパイセンとかちょっとテロコの感じ、ありますね、ニックネームの雰囲気ありますけど、その頃からね、ダーマス。ダーマス。いや、いい、これは。いや、他にいないですからね。確かに言いたくなるし、ね、これ、しかも。言いたくなる？本当ですか？ダーマス、ダーマスって。ねえ、ダーマス。特別感がいい。ダーマス、キートシ、いいね。言いやすいし、いいですよ。いやいや、キートシおかしいですよ。キートシ。ダーマス、キートシ俺初ですよ。キートシ。キートシの感じいいよね。キートシ。急になんかあだ名トークやってましたね。そう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 。すごいな。面白い。